えー、最近や、ちょっと前かに、えー、流行った、えー、腕マスクっていうのをしている人を昨日初めて見ました。どうも、ケンジでございます。あれは2年前でしたかあー障害年金の申請をした動画っていうのをね、えー、過去に上げました。で、えー、今年、ま、更新の年になります。で、えー、障害年金の更新についての話、 自分でも、えー、忘れるので自分用の、まあ、記録としてっていう意味でねちょっと残そうかなと思ってますまあ参考になる人もいればなというのもありつつ「<music> えー、障害年金は一度申請して通ったら、えー、2年後かな?の」の誕生日付きの末日。 かなえー、までに、更新が必要になる。で、更新の通知っていうのは、誕生日月の2ヶ月前ぐらいかなに、確か届いたんじゃなかったかな ?2 ヶ月前だったか3ヶ月前だったか、それぐらいに届きます。で、えー、誕生日月の末日までに書類を提出してくれと。 いうふうなことが確か書いてあったんですね。で、必要な書類っていうのは、えー、一つです。障害状態確認届。かなえー、っていうふうな、まあ今の状態は土幻やねん、というふうな、まあいわゆる診断書ですよね。えー、を、まあ送るということになります。 えー、まあ、封筒に、押し出せみたいな説明が書いてある紙と、えー、その、障害状態確認届けっていう紙が、えー、届きます。入ってね、入って届きます。で、それを、まあ、医者に渡して、えー、まあ、その紙に直接書いてもらうなり、えー、まあ、それ同等のフォーマットがあるので、まあ、医者が、 自分のところで準備した、ね、えー、やつで出すなり、状態確認届け、えー、としてね、使えるフォーマットの診断書であればあ、医者が準備したものでもいいんですが、とりあえずそれを準備してもらうと。で、それを送る。で、ここで大事になってくるのがお知らせに書いてあるんですけど、えー、もしその届いたやつに書いてもらうっていう形じゃなくて、 別途医者が準備したものを送る形であるならば、届いたその紙、ね、届いたやつも一緒に送り返してくれと。もう一回説明しましょうえ届いた紙に医者が直接書いてくれたんだったら、その、障害状態確認届けって書いてある、診断書ですね。 向こうから届いた診断書を送り返せばいい。で、医者がそれを使わず、その年金機構のところにあるフォームからダウンロードしたフォーマットがあるわけですけれども、医者がそれにパソコンで打ち込んで、それを印刷したものをもらって、それを送るっていう形だったら、それと向こうから届いて未記入の お障害状態確認届。これも一緒にセットにして送り返すと。ね。使わんかったなら返せと。ちゃんとね。え、ということになっております。で、え、直接年金事務所とか、ま、役所の年金、取り扱ってるところとか、ま、それは、地域によって色々あるのかもしれませんが、そこに直接持って行ってもいいし、封筒が入ってますので、その封筒に入れて、 えー、郵便局経由で送ってもいいし、というところです。で私はまあ切って貼ってね、ね、えー、送る形にしました。ということです。今回簡単です。他にいろあの、資料をね、最初申請するときみたいないろんな資料を作る必要はない、というところです。 で、これが難しいのがですね、例えば症状が一緒の人が二人だとするじゃないですか。で、仕事内容も例えば一緒だとするじゃないですか。ほぼほぼね、ほぼほぼ一緒だとするじゃないですか。で、片やパート、未経験者で、バイト代、そう,そうですね、パートうーん、時給、例えば900円ぐらいとかにしときましょう。ね。 今、福岡が900円か、最低が。今度941円に上がるとかいう話ですが。まあ,あ、とりあえず900、分かりやすいように、まあ、切りよく900にしときましょう。で、たや、経験者、時給、うーん、そうですね。あんまり高すぎてもあれだから、1500円ぐらいにしときましょうか。たや900円の未経験者と、片や経験者の1500円としましょう。ここに600円の差が、 ある。時給600円の差がある。ね。で、えー、週三1日6時間の週3、18時間の4週間。っていうことにしときましょう。条件ね。そしたら、片や約7万円。片や約10万円。収入があるわけです。はい。ここの、給料の差は3万円ぐらい。 症状は同じ。ね。状態は同じ。ただ、経験者ということで、給料はちょっと高い。未経験者でちょっと低い。っていう人が並んでたとします。その時、こっちは通りやすい。こっちは通りにくい。っていうことになるそうです。片や給料7万。片や給料10万。2桁万円言ってます。 この二桁万円を超えてくるっていうところでね、えー、一気に通るか通らないかっていうのがね、判断が、あまあ、割合が一気にこう変わってくると。ね。症状は同じ。ね。なわけです。でも収入がちょっと経験者ということで高い。こっちは未経験者で低い。っていうだけの違い。 それでもこっちは通る。こっちは通らない。っていうことがあり得る。えー、3万円の差があるわけですから、こっちよりこっちの方が、ね、高い。36万円の差が出る。でもこっちは通る。例えば3級通れば今が58万とか ?57 万だっけ ?58 万だっけえー、年間に年金、障害年金出ます。3級だからね。 だからこっちの方が給料は少ないけど、1年間でもらえる額、お金っていうのはこっちの方が、えぇ、二十数万高いみたいな。ね。そういうこともあり得るんですね。なかなか難しいんですね、この判断はね、多分ね。うん。だからこっちの方がちょっと給料高いけど、こっちの方がお金持ってるみたいな。えそういうふうなこともあり得る。そうです。 私の場合は今回の更新どうなるか分かりませんけれども、まあもしかしたらもういいんじゃないのっていうね、判断になる可能性が、私の場合は高い。ね。私が今時給いくらもらってるかっていうのは細かいことは言えませんけれども、給料がね、以前よりも最初申請した時よりも上がっているので、まあ申請をしてね、通った人の中で、まあいずれ更新する時期が来る。 人もいるでしょうからそういううういい人のの参考にももなればというとこころでこの動画を作りました一回言っていきます。更新には、障害状態確認届けっていうものが必要になります。向こうから送られていきます。その紙を医者に渡して、その紙に直接書いてもらう。もしくは、その紙を使わないのであれば、医者がね、その紙を使わずに自分のところで準備したフォーマットにパソコンで打ち込んだり、 え、して、作ったものを渡されたんであれば、え、その、向こうから送られてきた、障害状態確認届もセットにして、送り、それも送り返すと一緒にね、いうことになります。はい。なので、これも使わんかったから解散でいい,いや、じゃないんですね。え、この、 この書いてもらった診断書だけじゃなくて、使わなかったら使わなかったやつも送り返すので、一緒にして買い、送ると。もしくは年金事務所、もしくは役所の年金、年金かわかりませんけれども、なんかそういうふうなところがあると思いますので、まあそこら辺に持っていくとかね、地域によってはそういうこともあるでしょう。まあどちらかを選択するということになります。 私の記録的動画でございましたが、まあ、誰かの参考になればと思って、今回動画撮らせていただきました。それでは今回は、ここまで。ということで。